辻先生今日もよろしくお願いしますお願いしますこれからは洗濯の時代になるということなんですけどもどういうことでしょうか そうですね、はい、これからはあの選択、選ばれる、選ぶっていう時代になってきますよと、これだけ簡単に情報が手に入る時代になりますと、デジタル社会ですから、お客さんもその売り込まれるとか、1社だけにものすごい売り込まれて、過剰に売り込まれて、今だけですよなんて言われて、えー、契約したいなんて思う人なんて、もう誰もいないわけですね、はい、そういうのってものすごいあの嫌いますし、拒否ります、まあ、拒否というか、もう拒絶って言ってもいいんじゃないかなと思います。 あのお客さんは買い物するときっていうのは、もう売り込まれたいなんて誰も思わないわけですね、こちらから選びたいんですね、選んで買いたいと、で営業マンの口車に乗せられて買いたいとは誰も思わないわけですね、なぜなら営業マンが信療できないか、らですね信頼が全くないから、ですね今までのようにその、まあ、悪徳の営業マンというのがいるように、その正直者の営業マンに出会ったことがないだとか、そのやっぱねあの、ニュースとかでもなってますよね、その詐欺師だとかどうのこうのっていうのが、やっぱり悪いやつ。 いいいっぱいいてるものですから普通に考えてその今だけなんですよなんて言われてもええとかって思ってしまうわけですよやっぱりちょっと冷静に考えたいなとでんでかっていうとデジタル社会ですから情報が簡単に手に入るからですね昔は仕方がなかったんです情報が閉鎖的であの限定的だったし手に入らなかったわけですね簡単にはで30年前20年前って情報を手に入れようと思ったらもう雑誌かテレビか あと新聞か、まあ、ラジオぐらいしかなかったわけですよ、まあはとは友達とか、ね、同僚とか、そんな程度しかなかったので、そのここだけの話ですよなんて言われてしまったら、情報が手に入らないわけですから、わからないわけですね、わからないんですよ、だけど今は違いますよと。 あらゆる情報が簡単に手に入るものですから、いきなりわけわからん営業マンがやってきて、ここだけの話ですよなんて言われても、ちょっと待ってよっていうふうになってしまうわけですね、例えば、千秋さん、どうですか、あなたもいきなり金ってやってきて、あのこの宝石が今、ものすごい特別価格なんですと、このダイヤモンドとかいて、<laughs> 通常だったら50万するダイヤモンドが、今だったらなんと15万円なんですね、買いますかって言われて、ど,どう、買いたいと思う 思わないよね、怪しさ満点だもんだって、だまされるんじゃないかとか、50万の価値があるダイヤモンドって言ってるけど、実は、ね、500件もしないようなガラス玉なんじゃないのかとか、さまざまなことを思ってしまうわけですね、自分のところに特別な話ですよなんて、来るわけがないみたいなね、そんなおかしいじゃないか、怪しいじゃないか、だったらそんな怪しいところで、一発逆転の特別価格で買うよりかは、公開されている、情報がすべて公開されている、信頼できるところから買った方が安心だし、安全だ だよねねっていう話なんです、ね、でどちらがいいんですかって言われたらやっぱり自分で選んで買いたいわけですよ、後悔したくないから、売り込まれて買わされてしまうと後悔する確率がめちゃくちゃ高いんですけど、自分で選んで買った商品に関して言えば、やっぱり後悔っていうのはものすごく少ないわけですね、でじゃあお客さんはそのインターネットとかで何を調べるんですか、何をあの検索するんですかって言われたら、4つです、4つの情報を調べます、1つ目が商品ですね、商品の情報を調べます。商品って,言ってもその 商品が本当にいいものなのか悪いものなのかとか、あとはあのその代替商品というのはないのかとか調べます、あとは2つ目が会社ですね、この会社は本当に信用できる会社なのか、信頼できる会社なのか、あと例えば地元には地元にも、ね、よく似た商品を扱っている会社があるんじゃないのかとかっていうのを調べます、で3つ目が価格ですね、価格もやっぱね価格ドットコムを筆頭にやっぱインターネットで検索するとなると、やっぱ価格を。 検索しますよねそして一番大事な4つ目っていうのがあります4つ目何かっていうと口コミですね口コミ体験情報ですねこの口コミがものすごく悪いといくらどれだけ安くてもどれだけあのいいなっていうふうに思っていても自分が思っていても口コミがめちゃくちゃ悪いと「うわ騙される寸前だった危ねえ」とか言って言ってあの やめてしまうわけですねこの4つの情報が手に入る手に入らないとお客さんは買わないですよとある意味その知識武装してからじゃないとお客さんはもう今から買わないですよとですね営業マンの情報を信じて買いますよなんていう時代はもうほぼもう終わりですよと、うん、これからはその売り込んでいくんではなくてお客さんに選ばれる立場にならなきゃいけないですよといろんな情報を発信していってこの商品興味があるなっていうお客さんが その自分のところの会社のホームページとかにアクセスしてもらえるかどうかっていうのが肝になってきますよとだから売り込みで頑張りますとか電話いっぱいかけてアポになった人のところにもう紙がかり的なセールストークで売り込んでいきますとか即決させますっていうのはちょっともう今後めちゃくちゃ難しいかなと思いますこれからはそのお客さんが調べ調べて欲しいと思った商品は必ず検索して調べるような時代になっていきますからもうなぜなら今後生まれて る今後その決裁者になる人っていうのは生まれた時からパソコンがあるとか生まれた時からもうスマホがあるっていうそのデジタルデバイスに囲まれた人たちが決裁者になっていくことを考えたらもうねそので インターネットに検索させないだとか、比較させないだとか、下調べさせないなんて、そんなのはもう不可能に近いわけですね。だって、片手にスマホがあるわけですから、一瞬で調べられるわけですね。だから、そういう昔ながらのう無茶な売り方をやっている会社っていうのは、どん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 廃れていくでしょうし、選ばれない会社っていうのもどん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 廃れていくのかなと思います。逆にお客さんから選ばれる会社っていうのは、今後、どん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 伸びていくのかなっていうふうに思いますから、 これからはセールストークなんかで売っていくとかいうのではなくてコピーライティングでお客さんに選んでもらうっていう営業法に変わっていくのかなっていうふうに僕は感じています時代の流れ的にもね。うん、実際その、ね、僕のところにも相談来ますよあの「〇〇っていう変な業者がいきなり来たんですと。でうちに 作ってあ使っている太陽光発電の,あのなんかメンテナンスで来たんですとか言って言う人が来てるんですけどこれって信用できる会社ですかとか言って来るわけですねで辻さんどうなんですかとか言ってもう来るわけですよで僕はなんでお客さんとコンタクトがよくあるのかっていうと信用もされてるし信頼もされてるからですねでしかもお客さんとずっとコンタクトを取っているわけですから何か困ったことがあったらすぐに僕のところに来てくださいよと連絡くださいねって言うとお客さんは分かりましたつって安心して くれるわけですねで相談したらこの怪しいからやめといた方がいいですよとか言って僕が言うと分かりましたありがとうございますみたいな騙される寸前でしたみたいなことがこう返ってくるわけですねお客さんとの関係性をずっと継続しているからお客さんはよ,よそにその浮気しないというかねそのよそのところに行かないですよ辻さんところでお願いしますよというふうになってくるわけですねでこれお客さんも選んでいるわけです売り込まれてきたら怪しい危ないとどうしようか どうしようかってなった時にインターネットで調べるっていう前に僕のところに来るわけですよ僕の言ったの僕に聞いた方がもう手っ取れ早いなみたいな感じになってくるわけですからこれもインターネットのパソコンよりも 僕を選んでもらってるわけですねこう,選んでもらうっていうのがものすごく大事になってくるかなと思いますで。この選んでもらうっていうのを究極に高めていったらライバル会社に取られるとかいうのもないですし、お客さんはずっと僕のまあ信者っていう形になってずっと聞いてくれるわけですね。こういう関係性が大事ですよと。つまり何が必要なのかっていうと、お客さんを教育する必要がありますよと。打ったらその場で、はい、さえならなんていうビジネスはちょっともう厳しいですから、やっぱお客さんといい関係性を築いていかなきゃいけないですよ。で,でもただい,い関係性 関係性だけではあの、ただのいい人になってしまいますから、そうではなくてね、何か困ったことがあったら、辻さんにお願いしようというような、そういう関係性を作っておいた方がいいですよ、だから僕は、何か困ったことがあったら、インターネットで検索しようじゃなくて、何か困ったことがあったら、辻さんに相談しようという立ち位置でいてるわけですね。だから僕のお客さんは何か困ったことがあったら、僕のところに来ますよという話になってくるわけですね。だからこれから、選択の時代です、お客さんは選びます。 はい、基本的にはインターネットを選んでいく,くるんですけど、あのそのインターネットで情報がもう嘘も含めていっぱいあるわけですから、その情報を探して、正解にたどり着くのがめんどくさいと思うわけですね。だったら 辻さんに選んんだらあ辻さんに頼んだら一発で正解を求めてくれるわ一発で正解を教えてくれるわお客さんはインターネットで検索するよりも僕に直接聞いた方がいいなっていうふうになってくるわけですねでしまいには辻さんが言うんだったらもう信用してるしそれでお願いしますねってこうやってなってくるわけですね相見積もりなんかも一切起きませんで実際にあの例えばオール殿下の,あの買い替えとかになった時も辻さんにもうお願いしようと思ってるんだと辻さんこれ 頑張ってくれた金額なの、あはいあの、ね、頑張りましたよと言ったら、分かりました、じゃあ、信頼してるんで、これでお願いしますって、ボーンと印鑑を押,押してくれるわけですね、でもちろんその信頼をあの崩しちゃだめです、はい、信頼を壊すような価格設定にしてしまうでも、ぼったくり価格にしてるとかなってくると、一瞬で終わってしまいますから、やっぱり長い関係性を築こうと思ったら、やっぱり適正価格でちゃんと売ると。でしかも コミュニケーションを取っってておくっていうののがものすごく必要になってくるかなと思います。で今の時代だったらそういうお客さんを教育するってどういう教育法がいいんですかって言われたらやっぱり僕は文章が一番いいと思います文章です文字を読ませるっていうのが一番いいと思っていますで、まあ、今なら動画とか音声,コン音声のコンテンツもありかなっていうふうに思いますからとにかく何かしらでそのお客さんとの接点を見つけてお客さんと自分との信頼関係っていうのをどん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 高めていく必要があります ますよでお客さんとしても信頼関係を高めていくっていうのもそうですけど見込み客ともその信頼関係を高めていくためにもお客さんを教育していくっていうのが必要になってきますよと。 YouTube とかもそうなんですね、YouTube で選ばれる一番の理由って一体何かって言って、っサムネがやっぱ一番いいですよっていううに言われてるわけですね、サムネで決まってしまいますよと、特にあの僕みたいな、ね、その無名な人間が YouTube とかでこうボーンと上げていこうというふうになったら、ですねやっぱサムネで勝負しなきゃいけないわけですね、じゃあサムネって何かって言ったら文章ですよ、文字でやっぱり勝負しなきゃいけないわけですね、まあ、僕みたいなビジネス系とかになってくるとそうなってくるわけなんですけど、これからは文章です、文章でお客さんを教育していく必要がありますよと。え選んで もらう時代ですお客さんに選ばれるためにはどうしたらいいのかっていうのを考える必要がありますよと、口八丁、手八丁で、その場で丸め込んで売り込んでやるぜっていうのは、これはもうちょっと昔のやり方ですので、今の時代と全くマッチングしてませんよと、そんなことをずっとやっていったら、もう必ずもう推定していきますよと。 衰退していいいきますす、はい、間違いなないですこんなのはそんな売り方もう今、今からやっていくぞというのは難しい話ですので、これからはちゃんとそういうのをちょっとやめていただいて、新しい売り方というのを今やっていってくださいねと、でもし今、いや売り込んでもいけるんだよねなんていう人がいているんだったら、まあ、頑張っていただいてもいいんですけど、じゃあ、売り込みがもし今もいけるんだったら、もう一本の柱として、もう一つ、 走らせましょうよと文章で売るやり方っていうのも同時並行でやっていきましょうよとなぜならセールストークだけで売っていくっていうのは今後、廃れていくのが目に見えているからですねだから文章で売っていくっていうのもやっていきましょうねとこれからは選択の時代ですよと選ばれる立場にいましょうねということをまあ言いたいですね辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます